テストが終わりました。終わったな。どうやった、テスト受けてみてどうやった。いやもう手応え悪すぎる。え、手応えがあるちょっと落ちるように電話しとこうかな俺マンダさんにすいません、ちょっと後期だけ落としてもらえませんかね。まあ後代はまあ落ちたけ悔いなく落ち、まあ、また次の機会があるけの頑張ろうな。何の自分でなんか次な今から上に変わります。まあええわいの、まだ人生は長い。落ちた、お前落ちたぞ。落ちたすか。なんでかわかるか。なんでと思う、落ちちゃうの。アスファルトですか。自分でわかるやろ、落ちたの。あ、はい。スパーリングとシャドウ、はい、あ、うん、であれは100点やったけどの、はい、まあしょうがないの、はい、アマチュア枠で試合組んでくれるみたいな。あ、本当ですか。うん、あ、頑張れ。ちょっと悔しいの。あ、そう、は、不合格やろ。後期ないんですか。後期ね、じゃあ後代のは後悔合格って書いてある。いや、後悔合格って書いてある。泣いていいですか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 。何ちょっと何言ってんか分からない。後悔やばいっすね。いや、いや、いや、後からのコーナーだからですけど、後からのコーナーやばいちょっと何言うんか。ショックやったっすけどね。ショックやった。ちょっと、泣きやん。なんで泣きやん。おめでとう。俺は本当落ちたかと思って。あ、見せかもしれないですか。そうや、俺意地悪やけ。この2人以外みんなしとったでもみんな受かったんすかなら。いや、後期は落ちてる。違う違う、他の人の。そりゃ知らん、みんな一個一個来るけ。かわいかったよ、これバネにして頑張りましょう。そうそう、はい、これからはプロとしての自覚を持ってええか、プロとしての自覚を持って。もう喧嘩も何もできんぞ。そうだ、お前、はい、ええか、車に木刀積むなよ、車に。通常通常通常って俺に車に木刀積むなよ、お前。あ、はい、分かったか。え、この下りあれ、あの、この下りこの下りやろ。この下りってなんかまたやろ、この下りを。はい、ガチで。おお、なんで落ちたか分かる。体力テストじゃないですか。おお、そうそう。後期は体力テストなんよ。プロとしての体力がないちゅうことで。ほんとっちゃあとから見しちゃるいや。そのなんで書いちゃるけ、その後期は、あ、後代はスパーリングとシャドウと、じゃあこうだけ体力テスト。お前痩せたの。え、マジっす。顔変わったやろ、見しくださいよ。当たり前、ちょっと書いちゃるいや。じゃけマジか。うん、体力をちゃんとつけてからもう一回受けに来い。ごめんね、ごめんね。あ、合格って書いてるやん。いや、お前のじゃねえ。ちょっとこうだいって書いてない。こうだいって書いてない。合格よ。なんで落ちたかわかるか。ってことで、お前ら二人は俺と出る。そうなんや。